吉田さんシュ週ハリですね山口陸なんかタケノコの話とか一生懸命してましたよねセミとかね、うん、まあああいうふうに例えで言われると頑張っていけるなっていう気持ちもするしどんな角度でアプローチしたら人の行動に火をつけられるのかってことをさまざまやってくださったような気がしますけども考えてみたらね吉田さんあの頃からほとんどの人はやらないっていう現実を目の当たりにしましたね私はね 多分そうなななんじゃないかなと結局リーダーシップを取って埋もれないように工夫するやつ声を荒げていく人っていうのは一部だと思ったんで自分がそれになろうと思ってコメント攻撃したんですよね。コメントたたくさんやったらとりあえず目立つじゃないですか特に同じ商品買った人に対してアプローチができるんで、まあ、後々自分の長い長いビジネス人生をこれから M としたら絶対に始めた時から目立っておくのがいいかなと思ったんですよね。それはあの,六本木ヒルズの方にお邪魔したででも同じで どうやったら自分が取り上げてもらえるだろうかってことを常に考えているのと取り上げてもらえるだけのネタとかね影響力を地方で作っておくことそれをあまり誇張しないように多少盛るってことをねやっていくことをまあ覚えさせてもらったというかであれでしょ「ネオ・ヒルズ・ジャパン」みたいな雑誌に出れるっていうチャンスがあったらまあそこに資金等にしますよね。うん、やっっぱあの時の時の金額は私なりにででかかったんですけども でもあそこにお金を払うことによって繰り返し繰り返しアンレター使えるだろうなと思ったんですけどもネオフィルズジャパン自身が続かなかったというねオチでございました <laughs> まあでも雑誌は今でも手元にありますしいい思い出ですね、まあ、吉田さんも本出したことっていうのはでかかったですよねやっぱリアルな本っていまだに影響力があるんでチャンスがあったらね出版っていうのも、うん、やっぱ一つ手配の手だと思います本を出した人はなぜかあのすごい人に見えるというね自分でもなんかねすごい人に なんか思い出てきちゃうみたいな、ね、ところがあります大いに利用するところかなと思いますよねじゃあ今日ちょっとねあの民謡の舞台がありますんでこれから着替えて行ってきます後ろに和服が連れて釣られてるでしょちょっと行ってきますねじゃあ